金温帝は大韓民国の女子カーリング選手。継承北道義城軍出身。2018年ピョンチャンオリンピック銀メダリスト。愛称はメガネ先輩。日本対韓国決着の瞬間2018年ピョンチャンオリンピックに韓国代表のスキップとして出場。総当たりリーグ戦を発祥1敗の1位で予選を通過。準決勝では 日本代表のロコ・ソラーレとの接戦を制し、決勝進出を決めた。この大会で日本と韓国は二度対戦したが、キムと日本の藤沢さつきとを比較する報道が、日韓双方でなされ、美女スキップ対決などと呼ばれた。藤沢キムについて、試合中はピリピリして、キリッとした顔で余計目立っちゃうんですが、パーティーで髪を下ろして、メガネを外すと、めちゃくちゃ綺麗。 綺麗さでは負けるので私はショットで頑張りますと述べている。地元、韓国での金メダル獲得が期待され、決勝でスウェーデンに敗れをしたものの銀メダルを獲得している。ピョンチャンオリンピック後に開催されたピョンチャンパラリンピックでは、車椅子カーリング男子の素寸足と共に最終聖火ランナーを務めた。メガネをかけて厳しい表情を崩さない姿から、韓国国内では、 井上武彦の漫画、スラムダンクの登場人物でもある、小暮高野になぞらえて、メガネ先輩と呼ばれている、グランドスラムワールドカーリングツアーにおける最高峰の大会シリーズである、グランドスラムの成績、旧グランドスラム、ありがとうございます。